パート1、古代編です。8つの年代を覚えましょう。いいですか？はい、スタート。375年、ゲルマン民族の大移動。75年、フン族に圧迫されたゲルマン民族はローマ帝国内へ大移動を始めました。538年、仏教の光伝。538年、百済の清明王は欽明天皇へ仏教の経典を献上しました。645年、大化の改新。陸両政目指します。大化の改新、蘇我氏負け。もはや無用のゴミ扱い、もはや無用のゴミ扱い。645年、中大兄皇子中富の鎌足は蘇我の恵比氏イルカを滅ぼしました。101年、大宝律令の制定。お高部の親王と藤原不比等が考えた大宝律令なれ始め、大宝律令なれ始め。701年、近江領足利清見原領に続いて大宝律令が制定されました。710年、平城京遷都。中国の長安に習って作った都です。なんと見事な平城京、なんと見事な平城京。710年、元明天皇は都を奈良へ移し、奈良時代が始まりました。94年、平安京遷都。律令制再建を願天皇諮ります。泣くようぐいす平安京、泣くようぐいす平安京。794年、桓武天皇は都を京都へ移し、平安時代が始まりました。935年、平将門の乱。関東と瀬戸内海、城兵天領乱起こす。将門住友きな臭い、将門住友きな臭い。
1205年、平将門、藤原住友が城兵天行の乱を起こしました。将門、住友、きな臭い、きな臭い、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 ん、もう嫌。1096年第1回十字軍。1096年、ローマ教皇は聖地エルサレム奪回のため十字軍を起こしました。